でしかやりたくないよねっていうので作ったのが気まぐれです。このチャンネルの登録者数が20万人9月までいかなかったらやめよう。20万人ですか？急に寂しい話になってきてますけど、今回のクレイさんの YouTube を作るということなんですけど、はい、なんでまたこう YouTube をやり始めようと思ったんですか？なんかね、周りでもちろん YouTube やってる人が多くて、ずっとそれを見てきたっていうのもあるし、今自分が何をやってるかっていうのが一言で説明できなくなってきたから、自分が説明できるようにちゃんとそういう自分のプラットフォームを作りたいっていうのは、それをきっかけで YouTube をやろうとしたんですね。多分みんなが知ってるのは気まぐれとして活動してたことをよく知ってると思いますけど、これめちゃくちゃ好きです。ありがとうございます。やってました、ライブばっかやってましたね。そうで、気まぐれをやっていて、で会社の経営ももちろんやっていて、アーティストなのに経営をやってるんですか？もともと会社の方が先なんですよ。そうなんですか？はい、会社の経営が一番最初で、で途中で気まぐれのデビューして、で、気まぐれ解散して事業に専念するっていう。何を経営してたんですか？もともとは、海の家をやりたくて会社作ったので、ちょっと海の家、はい、元々新潟で生まれて、で湘南に引っ越してきて、で幼稚園だけ湘南の幼稚園に行ってたんですよ、はい、でそこから母親と一緒に、母親が大学に行きたいっていうのでカナダに行って、で僕も一緒について行って、カナダで幼少期を過ごした。で大学はニューヨークの大学に行って、で途中で寒いのが嫌でハワイの大学に行って日本に帰ってきた。そんなに海外経験いっぱいあったんですか？ありました。もう海外にしかいないですね。そんなバックグラウンドがあったんで、で海外で、元ニューヨークでその医学の勉強をしていて、はい、で医者になるかならないかっていう中、ならずに、はい、自分で会社を、やっぱ音楽が好きだし、ずっと趣味でやってた音楽を仕事にしたいな、しかも海も好きだしと思って、その海の家で音楽ができるそういう場所を作ろうと思って会社を作ったのがことの経緯ですね。でも なんで海の家なんですか？すごいちょっと気になりますね。簡単に権利上海の家なんですよ。だけど見た目だったり、なんとなくその雰囲気はもうライブハウスが浜辺にあるような感じです。そういうことか。もうてっきりあの海の家をちょっと想像してました。夏の畳みたいなおばあちゃんがラムネみたいな、そうそうそう若いやつウェイウェイみたいな。確かにだからこれ見てる人でももしかしたら来てくれたことあるかもしれないですけど、はい、音玉っていうライブハウスですね。海に湘南ですか？湘南です。逗子とか鎌倉とかにあったライブハウスで、でそこでせっかくそういうの作るんだったら、はい、自分たちでもやりたいよねっていうので、でも気まぐれでしかやりたくないよねっていうので作ったのが気まぐれです。それで気まぐれって名前なんですか？はい、すごい誕生日は。そう、それが2005年で、はい、大失敗で、これはもうやめようと、はい、会社もやめようって思って、J コムの契約社員になったんですよ。はい、で営業やってたんですよ、ケーブルテレビ会社。その後、会社を作ってなんかいろいろ負債もあるし、はい、うまくいかないし、でも気まぐれは気まぐれって気まぐれなんで、はい、それだけで適当に続けていけばいいかぐらいな感じで、そういうのに続けてたんですね。で2006年に辞めてた会社に対して、もう一回ちょっとチャレンジしようかっていうので、もう一回やることにしたんです、2006年に。でそこで出会いがあったんですよ。音玉でブッキングしてたアーティスト、そのライブハウスなんで当然いろんなアーティストが出るじゃないですか、はい、でそのア
ストの中に一人プロデューサーがいて、僕らのその気まぐれでライブをやっているあののを見たんですよ、はい、お前らもうちょっと真面目にやったらいいんじゃないのってなって、うん、よかったらちょっとデモもらえればアレンジしてくるよみたいな、はい、そんな話になり、コロナって来ました、気まぐれは。そこからそこから、はい、半年ぐらいにその下北の古いアパートに呼ばれて、アレンジしたからちょっと聞いてみてよっていうので、ポチッと押して聞いたものが、これ自分たちの曲じゃねえっていうぐらいアレンジされてて、すげえってなって、まあちょっとこれで一回あのレコード会社とか聞いてみるよみたいな、そんな感じだったんですよ。2007年になると、下北のおじさんが、いやレコード会社で8社ぐらいちょっと声かかってるよみたいな話になって、ちなみにでも今そういう今お話いただいたことは、はい、あれしくじり先生でなんかすごい喋ってました、喋ってました。じゃあなんかこう今回じゃなくて、はい、別企画でそれめちゃくちゃ深掘ってもいいですか。確かに僕めちゃくちゃ気になることありましたもん。確かに、まずおじさんが気になります。ああそう、下北の下北のおじさんねそれじゃあもう恩師じゃないですか。恩師ですね。その人だけで多分1話いけるぐらいですね。あの今犬が4匹いて、はい、であの魚もいて、なんかそんな日々を過ごしてるんだけど、はい、でなんならアンタッチャブルの柴田さんと昔動物番組やってたんですよ。あ、そうなんですね。はい、やっぱり動物すごい好きで、そんなことも伝えていきたいんだけど、ただ好きだっていう伝え方、はい、で俺はあのちょっと時代に合ってないなと思っていて、はい、最近やっぱりコロナでペット飼う人がすごい増えて、はい、俺はなんかそのペットをペットショップで飼っちゃダメだよとか、保護犬だよって発信してる人多いと思うんだけど、そういうことを言いたいわけじゃなくて、別に勝った経緯はいいと思う、でも責任持ってこうよっていう発信をしたくて、はい、で責任持ってこうよっていうのは、例えばじゃあノリで買っちゃったけど、いろいろトラブルが後々発生して結構買うの大変だね、根本を否定するっていうよりは今の問題とちゃんと向き合っていこうよっていう感じのものを発信できたの、ペットに関しては。で、あのそういう立場も今気づいている。おお、と、それはおいおい。おお、ちょっとなんか急に後半経営者っぽい側面が見えてきちゃったんですけど。確かに。あれ、ここは何ですか？これね、三浦海岸駅です。三浦海岸駅。そう。あら、もう桜が。本当だ。え？いや、俺今年初はさ桜ですね。すごい。もうそんな季節ですか？確かに。縁起いいっすね。縁起いいっすね。ねえ、本当に。たまたま今日の気まぐれ系に、俺はもう俺も自動的にこれだよそれしか頼めないですね。ガトーライス食べたいけどね、これで頼むしかないそれこの店仕込んでます。確かに。いや実はね、ありがとうございます。メイキさん、あれ、このメニューに、あ、なんか違くないですか？これ気まぐれケーキじゃなくないですか？横にあったワッフルじゃないですか？本日の気まぐれケーキとあって、これはワッフルしかないと思ったんだけど、ワッフルの方がうまそうだったんでね。煩悩に負けてますね。そうなんだよ。どういう風にするんですかね？9月までって言ってて、20万人行かないと9月でやめる。え？20万人？何ですか？僕も聞いてなかったその話は。このチャンネルの登録者数が20万人9月まで行かなかったらやめる。20万人ですか？急に寂しい話になってきてますけど。だから9月まで行ったらちゃんと食っていけるようになってたらいいじゃん。
超えてたら、あ、それだけ必要としてくれる人がいるんだって思って続けるし、なんかみんなのライフスタイルとか日々を生きていく中で何かしら寄り添えるコンテンツを作っていく。Q&A が答えられるようにチャンネルになってたり、でそれは多分俺がもちろんあの提供できるものもあるし、俺じゃ全然できないものもあるけど、多分事業系のこと、チル系なこと、海系のことで、ワンコ系のこととか、まあ多分エンタメのことで、みんなが困ってることとかもいろいろあると思うから、まあ、答えできるような気がする。一個なんか僕クレイさんの話って、あ、なんか他のアーティストよりなんかいいなと思ったところあるんですよ、はい、それこそ僕も YouTube でそのアーティストさんとお話しすることがあるんですけど、意外にこう皆さんが思ってる以上に困ってる人って多いじゃないですか、アーティストの、うん、なんか一時期バーンって名前売れてるけど、あ、はい、っていうのはやっぱいるじゃないですか、はい、ただそういうところでやっぱクレイさんは自分なりにお仕事もしてるし、まあ、アーティストの活動もしてるしってところで、なんか文武両道じゃないですけど、できてる部分があると思うんですね、はい、なんかそういうところも見せていけたらいいんじゃないかなっていう、なんか元気出る人がいたり、それも一つかもしれない。そうですよね、うん、あの曲は知ってるけどアーティスト知らないっていう人多いですし、はい、そういうのも一つかもしれない、うん、それは楽しみなチャンネルになりますね。ただこう9月までに20万人いかなきゃ、そう、やめる、20万人いかなきゃやめる。それ20万人でどのくらい大変か分かってますか？分かんない分かんないけど、分かんないけど、はい、僕の周りで YouTuber の方々もいるじゃないですか、はい、で彼らの方が例えば俺より全然年下なんだけど、俺なんかより全然すごい人多いじゃないですか、で彼らを見てて20万人俺がやれないと多分やる意味がないなって思った、うん、だから大変だからどうとか、20万人がいけるかいけないかっていうよりは、最低限20万人多分いないと続けられないと思う。じゃあこれ視聴者への約束っていう意味もあるし、自分への約束っていう意味もあるんですね。そう、20万人お願いします目指してじゃあ頑張りましょう、はい、20万人いかないとクビなのでお世話になりましたもう僕は今日で退職ってことじゃあ今後もこう楽しみにしてていいんですね、このチャンネルは。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。